おはようございます。釣り子 TV です。御徒町の名店キーポンに行ったらね、ちょうど今活の最新ルアーのね入荷日だったみたいで、気になっていたアイテムがねいろいろ買うことができました。じゃあね、早速開けていきたいと思います。はい、まずはこちら今活のですねポッパーマウスっていうね、ノラなねネズミ風な、まあネズミルアーですね。昨今流行りのですね、浮いてそんでもって張り持ちが良くて、でカバーの奥にぶち込めてね、大流行りのあのジャンルですけども、まあ野良ネズミのね独壇場だったところにこういうね、うちはこういう感じで行くよっていうね、そんな感じのルアーが増えてきたなーっていうね、最近ですよね。まあ自分なんかはまあこれ似てるって言っていいのかな、ゲイリー山本の浮きたぬき、あれなんかがねサイズ感とか質感カラーとかねすごい使いやすくて最近ね、ずっと使っていますけども、まあ大体のイメージとしてはまあここら辺もまあちょっとね野良ネズミがね、作った雰囲気じゃないかなって、大体この、まあ、1320円とかね1000円前後で3匹入りね、ここら辺はどこもね似たような感じかななんていう風に思うんですけども、早速でちょっと1匹出してみますね。はい、開けてみるとこんな感じ、1匹ずつ入っているのかなと思ったんですけど、こういう1枚もののブリスターパックにね形が崩れないようにねこう丁寧に入れられていますね。これは釣り場とかでも持って行きやすいね感じで、いいんじゃないかな、型崩れしないっていうね。でこのポッパーマウスの最大の特徴としてはこのガードのねこういったなんていうんだろう、ワイヤーガードみたいなのがついているので、ここら辺も、曲がったり型崩れしないで、入るようになっているようですね。じゃあちょっと開けていきますね。はい、一匹出してみました。こうパッケージ中に入っているときはね、分かりづらかった、ちょっと細かい形状なんかがよく見えるんですけども、まあこのなんか目が可愛らしいですね。で、まずこのスリットが結構大きめ深めだなーってこの感じで見えますかね。ほらお腹側もこんな感じで結構ざっくりとしたねスリットが入っているんで、まあオフセットフックで使うのがいいんだと思うんですけども、スコーンとね針先が出て、そんでもってね、針先の露出も良さそうですね。こんな感じのスリットでガード、これがね絶妙なね、一本ガードでそんでもってまあ、しっかりとね、ちょっとした、枝とかを避けてくれそうだなっていうガードがあって、口周り、ポッパーマウスっていうことで、まあ、オリジナルなネズミ系のルアーに比べると、こういうね、これ今かつ独自な感じですよね。なんて言うんでしたっけ、ちょっと名前が出てこないんですけども、プラグでもねいくつか採用されているあの独特な飛沫を上げつつ動きもよく、そんでもって、なんだろう、ポッパー的な仕事もしてくれるっていう、あの今かつ独特な、ね、口周りのカップ形状、これが採用されてますね。なんかハードなね硬い野良ネズミみたいなねルアーあれにもね確かこの口が採用されていたんじゃないかなと思うんですけども、でこれ尻尾周りね、すごい細かい仕事がされてますね。結構ね先端に行くにつれてしっかりと段階的にこうテーパーが付けられていて非常に動きが良さそうね。で、まあ、このガードですから、まあ、カバーの奥にね、スキッピングで入れてなんぼなルアーだと思うんで、まあ、今までのネズミルアーに比べて、さらに、ちょっときつめのところでも入れられるよっていう、そんな感じですかね。で、素材はね、エラストマー素材なんで、非常にね、持ちが良く、
ね。どうしようもないね。どうしようもない。もう木の超上の方に引っかかっちゃったとか、そういう時以外はね、大体ね、回収できるんじゃないかなっていうところと、あとはまあ切れたりしてもね、このエラストマー素材って浮いているんで、まあ回収にも向かえるっていう感じじゃないかな。ね。で、まあこのアイデアですから、これはまあなんだろう。もしかしたら例えばオリジナルのね、ネズミさんなんかにも、このガード単体で買ってきてね、やったら、より、あっちのネズミもすごい使いやすくなったりするかもしれないですよね。ここの接着がね、何でやってるのかな？瞬間接着剤でつくのかな？ね、エラストマー素材ってちょっと独特な素材感なんで、つく接着剤、つかない接着剤あると思うんですけども、まあ、ここがしっかりと、接着されていて、まあより今までのね、あのネズミ系の中ではより奥にぶち込めるよ。そんでチュピッチュピッチュピッってね、こうね、今までと違う、なんだろう、ちょっとした飛沫とかを上げることができるよっていう、こういう感じのネズミなんじゃないかななんていうふうに思います。このね、ポッパーマウスね、非常にちょっと気になっていたんで、キーポンに行ったらね、いっぱい並んでるんで、気になってる人はいかがでしょうか。自分はね、早速、今ね、一番こういうルアーが効くシーズンだと思うんで、早速使ってみたいと思います。はい。そしてもう一つ気になっていて買ってきたのが、こちら。リグラー 5.5 インチっていうことで、グリーンパンプキンペッパーね。まあ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 、なんだかんだ、釣れるグリパンカラーね。選んでみました。こちらね、結構、ポッパーマウスより人気で、残り、もうね、2袋ぐらいしかなくて、これね、ジーニアスプロジェクトの、青木代表デザインのね、ワームなんですね。今かつから青木さんのデザインのワーム、初めてなんじゃないかな。これ、気になっていたんで、出たら1個買ってみようと思ったんですけども、990円で、6個入っているのかな。まあ、こんな感じのパッケージに入っているんですけども、じゃあ早速こちらも1本出してみたいと思います。はい。まず出してみると、こう2個1で入ってるんですね。うん。2つがこういう感じでブリスターパッケージに入っていて、で、パッケージから見てもこう、なんだろうな。すごい感じですね、これね。猫リグで使うためのワームらしいんですけども、異形の形ですね。なんかね、猫リグで使うワームっていうと、もう単純にまっすぐな感じのね、ワームね、なかなかそのアイデアが出しづらいところじゃないかなと思うんですけども、そういった猫リグで、使うのに特化した、ワームという中ではかなり異質な存在感。早速ね、気になるんで一匹出してみたいと思います。はーい、出してみましたが、これは、なんだろうなぁ。まあ、青木さんとね、会う機会があったら直接そのこだわりね、聞いてみたいし、あとはジーニアスプロジェクトのYouTube チャンネルがあってですね、そちらの方でこれデザインしたね、青木さんが徹底的に語っている動画もあるんで、こだわりのポイントね、よーく知りたいっていう方はそちらもね、見てみたらいかがかなと思うんですけど、まず頭周りを見ると、こうですよ、なんかブツブツがあって、触手がいっぱい生えていて、ね。こっちブツブツで、こっちつるんとしてるんですよね。で、先端の方に行くにつれて、この、ね。先端になっていくわけですけど、ここもね、非常になんかこだわったで、これどうやってこんなのデザインするんですか？これな、これがなんで思いつくのかってのも不思議ですけど、まあ、こんな感じのワームなんですよね。で、こう、猫リグでひょいひょいひょいってね、まあ、使って、で、その、なんだろう、猫リグでこの平らな面があるんで、きっとですね、まあ投げた動画ももちろん、出しますけども、ここが結構その、ノー感じになりやすい猫リグの中で、スイミングの操作感が結構出てくるんじゃないかなっていうね、これが期待できるなって、ここはフラット面になってるんですよね。で、ですね、あとここにこういうくびれがあって、
ここのくびれにあのジーニアスプロジェクトのシリコンチューブをね、絶対つけるっていうことですよね。まあ、ネコリグってこう、ワームがぶっ飛んでいきやすい、ジャンルのルアーではあるので、ですね、ジーニアスプロジェクトのある疑似餌屋さんに行った時に、まだ全然こういうワームが出る前ですけども、ほんとね、ネコリグ専用のフックを自分で作っちゃうぐらいね、ネコリグにはね、こだわりのある青木さんなので、基本的にはこう、マス針ちょんがけで使うんじゃないかなと思うんですよね。その、マス針でネコリグ用の針をね、各サイズ、疑似餌屋さんの方では買うことができて、っていうことは、ここに、シリコンチューブをつけて、そこにクイッとね、マス針をつけて泳がせるんじゃないかな。まあ、ネコリグ用のワームって、まあ、どこに刺してもね、使い回せるような形状が多い中、もうピンポイントで、ここで針を保持してねっていう、こういった印象があるので、まあ、まず使うときはね、ここに、シリコンチューブをセットして、それでもってね、使おうかな、なんていうふうにね、そんなくびれがあります。で、後ろがこんな感じでね、トゥルンとなっていて。で、あのね、ちょっとね、事前にね、予習してきたところで見たんですけども、まあ、ネコリグとして使って、で、ネコリグって結構この細いところで魚かけて、よくちぎれるじゃないですか。で、ちぎれた後はなんとここの頭の部分で、虫ルアーとして使えるっていうね、こういうギミックが隠されているっていうことなんですね。まあ、これも釣れそうですよね。なんていうか、ミハラムシというか、ね。まあ、こういう手がね、細かくついている、なんだかわけわからないものって、ほんとバス大好きですからね。まあ、この後ろが、ちぎれた暁には、こちらをこの独特なね、これワーム素材だと思いますけど、とってもね、バスが好きそうな、沈む虫系ルアーに、ね、なるんではないかなっていうね、こういったギミックが隠されているね。まあ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 、6本入りなんで、で、2ウェイで使えて、で、まあ、ネコリグ以外にもね、いろんなね、使い方できると思うんですよね。まあ自分はダウンショットをちょんがけでも使ってみたいし、ジグヘッドにつけても釣れるんじゃないかなとか、まあ基本はネコリグでね、使うのがね、ベストな、やつだと思いますので、まあ現場の方でね、実際に使ってみて、こういったのを垂直岩盤にね、フォールさせて、で、ポケーっとね、あっちいなーって言ってね、休憩しているバスなんかを狙うのが今時期のね、一つのセオリーかと思いますので、ちょっとこのハイシーズンの間にね、使い込んでみて、で、ちょっとややこしいシーズンなんかにもね、使ってみたいなーなんていうふうに思います。はい、というわけでね、今活からこんな感じでね、ワームがいろいろ出ていたよ。で、これ以外にもね、ジレンマポッパーとか、あとね、タライロンのね、ジュニアサイズ、ね、90サイズっていうのもね、並んでいたりして、プラグもね、ちょっと気になるのいっぱいあったんですけども、まあ全部買ってるとね、もうそれだけで、っていうね、値段になっちゃうんで、自分はその中で特に気になったですね、この、ネコリグ専用ワームのリグラーと、あとはね、カバーの奥にぶち込めるね、こう、ポッパーマウス。このね、2種類を買ってきてみました。これね、エラストマートワーム素材だからこんな感じでしまってるとね、溶けちゃうんで、これね、ブリスターパッケージ等に入れて別々にね、釣り場に持っていくっていうことになると思うんですけども、相変わらず、今勝つらしいというかね、そんな感じの新作ルアーがね、続々とね、この夏のハイシーズン出てきておりますので。いや、実はね、あとね、これ以外にもね、レイジースイマーの大きいサイズとかもね、今釣り具屋さんにね、陳列されてたんですけども、あれも気になるなぁと思ったんですが、まぁ、ちょっとね、お値段の方もだいぶ大きくなっちゃってるね、と思ってね、あっちはね、買うの見送ったんですけども、まぁ、ここら辺のね、買いやすい最新のね、今活ルアーなんかを使って、夏バスをね、攻略していければなぁ、なんていう風に思います。というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、釣り具屋さん、キーポンに行ったらですね、今かつ最新の、ポッパーマウスとネコリグ専用ワームリグラー、これが並んでいたんで買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。